はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、ブレイクタイムでございますということで、リーダーのヘルクでございます。二度寝ができないジョーカーです。いつものんびりしまくってるキリョウコウカです。はい、ということで今回はですね、何やるんですか。はい、今日はですね、自分が持ってきましたよくわからないものというほうよくわからないです。中身はよくわからないものです。ちょっとカメラの位置が一応、聞いてる限りうつゲーと思います。多分、はい、ゲームというよりシャスが流れるのをひたすら、ね、突っ込んでいくだけだよね。よ、結構デッキ下さんやってるかもね。うん、よし、だと思う。やっていこう。はい、じゃあとりあえずやろう。スタート。オッケー、みんなで遊ぼう。第113回ガンケリ。113回もあるんだね。やっぱりみんな、こんにちは。こんにちは。遊ぼうお姉さんだよ。わー、今日も仲良く遊ぼうね。イエーイ。お姉さんとの約束よ。やだやだった。おい、こら。今日みんなと遊ぶのはこれ。関係ないよ。待って。おかしい。一緒に遊び方も見てみようね。いや、おかしいやつあるって。遊び方。おかしくね。まずは空き缶一つ用意して、広めコインに行ってみよう。はいはいはい。空き缶。道路や。おかしい。缶の際。おかしいよ。空き缶と場所が揃っても、まだ遊ぶことはできないのよ。なんで？関係は友達と遊ぶものなの。なるほど。3人、4人以上いるといいわ。バーイ。それではお友達を誘いに行きましょう。はーい。友達を誘おう。いきなり音楽なくなった。さあ、私が当たったら、ぼっち。ちょ、ぼっちや。まずはじゃんけんをして、お兄さんを決めましょう。待って、ぼっちや。ぼっち。じゃーんけん。グー。チョキ。さあ、どうだったかしら。え、待って、ぼっちぼっち。え、どこ。いや、帰ってることエグい。帰ってる。やばい。帰ってるとこ、えぐい。100数えるの。いや、マジで100。え、なに、落ち込まないで。片お兄さんは交代よ。そういう意味じゃないと思う。あ、いた。だから、まだね、鬼だったぐらいで命を。人数が減ってしまったけれど、楽しく。え、ちょっと待って、ちょっと待って、命を。さっきは何何何数えてる間に他のみんなが隠れるの。ちょっと、BGM。あぁ、お兄さん見つからない。ちょ、変じゃないか。やばい。ちゃんと守ってね。うん、え、見つからないとこでも人形の、あ、ちょっとダメよ。え、ああ三丁目が消えてしまったけど、楽しく遊びましょう。三丁目が消えた。三丁目消えた。でもさ、私さ、え、何で大切なことが、大切な何かがどこかにあるんじゃないかって。え、何いきなり悟り開き始めた。さあ、みんな立ち上がはい、以上です。いやツッコミどころが、あ、ざっちめ、ちめいかゆさんだ。いや、待って、怖い、待って、3丁目が消えたって何。オールウェイで3丁目の夕日かよ。いや、待って、これで終わり。はい、嘘。ツッコミどころが満載ですけど、これ尺に落ちない。あのね、ツッコミどころの問題じゃなくて、まず関係ないの時点で頭使うって何。その次にさ、あの男の子やばいじゃん。終わったんですけど。終わっちゃったよ。もうこれ尺に落ちないから、もう一本やろ、別のもう一本やろ。え、なんかすんげえ、こい、え、サイじゃない。戻る。何やる。いや、あのね、はい、よいしょ。まずこれ、動物ランド行こう。動物ランド、どこ。動物ランド、コロッケの上。あ、これだ。それ行こう、ちょっと待ってね。テクン、なぜに動物ランド。よし、やっていこう。なんかすんげー、イエーイ。趣味のイタリアン盆栽。え、盆栽イタリアンなぜに、なんかすげー、ここの、お姉さんだ。あの爆発させたお姉さん。後ろ髪引かれる思いでやってんだけど。放送、ベジタリアンだった。よくみんな、こんにちは。始まった、やったー。動物の皆さんだよ、よろしくね。今日の時期は動物さんについて学ぼうね。はい。待って、無言やめて。アイス割る。私、おばあちゃん。え、金もらってる。おばあちゃん、酒飲んだよ。いや。おばあちゃん、また見てね。終わった。待って。えエビル
し離婚の心頭やばい、わかんねー。待って、日本の心、それはわびとさびを、すなわち、うん、動物の猫だよ。なんでだよ。僕よろしくね。あれさっきまで黙ってたの。今日は僕の動物について教えてくれるの。待って、また終わったよね。じゃあ早速知れとかい。イエーイ、動物様ハサミ、ライオン、動物は絶対動物バカでしょ。そりゃそうだ、ハサミでしょ。じゃあ何だろう、なんで豆腐しかねえな。豆腐だね。正解は絶なさでした。ペコか、ペンギンさんじゃないですか。かアルビ豆腐か。いやいやいや、皇帝ペンギンだよな。ガルじゃないです。いやいやいや、待って待って、頭がやられるんだけど、これやばくね。追いつかない追いつかない、追いつかないよ。えっとねペンギンどこ行ったの。やるだけ。なんでくんだとして、なんでくんは私だよ。なんでだよ、もうわけわかんねえ。なんでチャンネル変えたの。怪しい、なんでされた、でっかいのことを。ゲッチャンネル、犯人は必ずこの役との積極確保してるのにいるはずだ。いや待って、それ以上はダメでしょ。クリスマスにならない。やばい。326人目の犠牲者出たの。出た出た出た、お前や。あ、食われてる食われてる。それもそうだね。喋った、食われてる食われてる食われてる。赤い赤い、中に赤ちゃんが入ってるんだよ。え、そうね、そうね、勝ったらそう思われていたわ。行っちゃったけど。違うの、吹き出しだけなの。いやいやいや、それじゃあ現代一流学説。学説は猫、猫猫猫。ブラックオーダー、シアトルやばいや、ごめん、ブラックオーダーシアトルやろうぜ、カンカロウだよ。ちょっと、まあ、来年、あ、こくろうとしてる、こくろうとしてる。待って、なになになに、え、頑張って、ペンギン。ああ。あれ、優勝してる。わあ、なんでだよ。おお、助けた助けた助けた、ファイト。違う、引きずり込んだ。バグったゲームみたいな。プリンターから、味噌汁が、なんでやねん、なんやねん。日本の心終わったじゃん。なになになに、謎に動物ランドは、なに、なにこれ、なにこれ、あ、終わりですか。ツッコミ追いつかねえんだけど。終わりですか。怖い、別の意味で怖い。終わりですか。そうですか。終わりですか。わ、終わったね。終わり、これで終わり、嘘、終わりだ、終わった。え、すっぺらめっちゃ高いぞ。待って、見たかったな。あ、切れた。でも普通に見たかったな。以上です。何これ、無限ループって怖くね。え、以上だね。あ、マジで。そんな感じですね。え、怖いって。ちょっとこれじゃ尺に落ちねえだろ。まだ尺に落ちない。いやいや、やる。でもね、正直言って、ほんとこれさ、2作見てるけどさ、どれも怖いんだけど。え、別の意味で。ツッコミ追いつかねえしな、まず。じゃあ次行きましょう。次行く、わかった。ティクンティクンティクン。次何行くのさ。大日本昔話。大日本、これリメイクとこっちとあるけど。じゃあ初代。オッケー。え、なんかそれも怖いんだけど。楽しみですね。じゃあ行ってみましょう。日本昔話です。私精神持つかな。精神持つといいな。日本昔話。あー、大。大日本昔話。昭和。昭和あるんだ。いや、何中あるんじゃない。中あるか。大中小。じゃあ何来る。では、では、では。昔。昔々、未来にあるところに、おじいさんとおばあさんかな。いや、煙突じゃない、煙突じゃない、煙突ないぞ。鶴が、鶴と恩返しが、恩返しが住んでました。マジか、住んでおった。マジか。恩返し、恩返しって住むもの。いや、言葉だろ。恩返し、あるはさ、恩返し好きだな、なんか。鶴は山へ芝刈りへ。それ桃太郎じゃね。あ、飛んでった。飛んでった。楽だな。恩返し何すんの。恩返しは、恩返しは川へ洗濯に物を何も持ってない。まず恩返しという言葉だから無理じゃね。桃太郎すげえ動い。うわぁ、現代だ。めっちゃ現代。なる現代チックやん。恩返しが川で洗濯をしていると。はい、来るか来るか。川じゃねえべや、これ。どんぶらこっこどん
ラコ大きな椅子違う椅子じゃねえよ椅子じゃねえ大きすぎだわそれを見た恩返しはおもむろにどうしたの恩返し恩返しするんだよなお侍さんそれではお寒いでしょうとあれ傘かぶすのえ自分の頭にああ手ぬぐいなのお侍さんにしてあげたのでしたいやあの傘かぶすまず引き上げてあげて傘かぶすんじゃなく助けてあげて傘地蔵でしょさっきのえ助けてあげてよまずその日の夜のことですえ何くんの恩返し死によし幽霊かいあれあれあー鶴がおおなんて読むよ なんとか返しが夕食を取っているといや待って鶴死んでる鶴死んじゃってんじゃん多分何も来なかったんだろうな外から物音が聞こえてきましたえ恩返しどんどんテンション下がるわこんなもんいやいやいややだやだやだ怖いいやいやいやあそこで入り口やったんあ笠地蔵やねこれえんやこらよいしょどっこいしょ笠地蔵じゃない笠地蔵だねよいしょ笠地蔵だねあごめん噛んだはい、何事かと思った何とか返しが恩返しだったものがあれこれ逮捕されるパターンこれって逮捕されんじゃねあ逮捕されためっちゃ現代やな終わった第2波何やこの逆漫画病理的な感じは逆漫画よりやばいやつじゃん原作鶴の返し桃太郎イスムシやっぱカチカチ山どこにカチカチ山カチあどこに鶴や鶴のところやいや鶴の恩返しだそれちょちょ鶴の鶴食ってたやんああばあさん食うところを鶴食うってなるほどねそういうことかやだ怖マジかエクソダス松田先生誰だよ誰だよ流れてた人なのあそれとも刑事なのキャストなんか地味に動いてってんだけど恩返し恩返し鶴トキトキ日本さんトキ日本さんのトキネオ、ね、キアヌ・リーブス恩返し過去海藻外人海藻ってどっからだっけ5年3組のみんなやばいなミラクル男児誰だよ警戒ミラクル同一人物同一人物三つ子かな佐藤くん誰だよ佐藤くんいたいたか高橋くんいないいないいない5年3組の皆さんやな村上さんロボット姉さんかナレーションミラクルダンジリいっぱいいるんだけどミラクルダンジリ多いほぼミラクルダンジリじゃねえかええでも連れてかれちゃったよえ一寸帽子殺した罪と鶴殺した罪多分そこら辺でしょえやだ怖っえその後あるその後なんだあ一寸帽子だえどうしたの3人の子供恵まれる幸せな家庭を築くあれこれってもしかしてあれ生きてんのあれ違うこれは死んだ後に流れるエンドロール鶴鶴うんこういうゲームあるやんよエンドロールか消息不明食べられたんだよ食われたとうとう毛も抜かれたはずなんだけどなそこら辺残るでしょうんあれ自己死ないぞそんなシーン刑事交通事件を3人あれさっきの3人こいつが跳ねたんだお前跳ねたの最低だな最低だなじゃあ待ってあの恩返しさんはえ恩返し何の罪よ長い出社が社会の人々を救いたいという金手から夢を実現することができる職業を利用することができるその部屋に行ってるとこ長い分かんねえな恩返しめーたしめーたし全然めでたくねえよえめでたいのいやちょ産地減ったんだけど産地減るわどんどんテンション下がってるんだね皆さんね上がるわ下がるいやいや下がるでしょ下がろうよ下がるってちょリメイクリメイクやリメイク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 行くリメイク最後にリメイク行こう最後にリメイク行こうわかりましたじゃあ最後にリメイク行っちゃいましょうどこだっけちょっと待ってあったそれリメイクドリ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 行きますさあどうだ何が変わったんだ何が変わりました何何何なんかいきなりロマンチックになってんだけど大日本昔話リメイク何が変わったんだああ、手柄がちげえってかうつっけうまっ彼は私のことなんて愛していなかったいやいやそんなことは分かっていたいやいや違うかもしれないよ私バカよねでもそれでも私は幸せだったよかったじゃないかそば一緒にそばにいられればそれで幸せだっただけどもあれもしかしてええ
その忘れ物、忘れじゃない、幸せも奪われてしまう。あんたがー、終わりって、待って、終わりだ。ガチで終わり、ガチで、え嘘、何も出ない、何も出ない。終わった、終わった、嘘でしょ。待って待って、絵柄一気にさ、すんげえ美人になったと思ったら、アンパンマン、アンパンマン、半券じゃねえですか。アンパンチじゃねえんですよ。アンパンマスも。ええ、でも本当に終わりだ。これで終わり。ふに落ちねえ。なにこれ。こういうゲーム集もしかして。カオスだな。カオスすぎない。わお。はい、ということで、なんともふに落ちませんが、もうそろそろ終わるしかないね。ここら辺でお引きにしますか。もう一本いく。もう一本だけ。何行くよ。じゃあコロッケ、コロッケ行く、締めに。これラストに有名どこのコロッケさん行く。これ一番長いんじゃない。はい、今ので長かった。とりあえず美味しいコロッケを進そう、進んじゃおう。オッケー、進もう。オッケー、これが一番長いんじゃないので。長そうだね。あ、そっか。遊び方、遊び方正しいっす。あー、長いやつだ、長いやつだ。うん、全部開始すると長いやつだよこれ。あ、じゃあこれもう直感で行こう。オッケー。あー、なんない動物ランドでさ、これさ、終わったじゃねえか、なんない動物ランド。コロッケ作り開始。まずはじめに何する。じゃがいもで、さつまいもで、じゃがいも、じゃがいもだね。3万がいい。ええ見てたよ、次はどうする。潰す。お前を投げる。潰す。あー終わったー。嘘。もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回、もう一回、もう一回。オッケーオッケー。なんで、おかしいな。常識取られてはいけない。じゃがいも、じゃがいも、さつまいもはそれ別じゃね。別だよね。安いけどする。投げる、離す。投げよう。投げちゃえ。あそうだ、ここから別ゲー始まるんだった。何これ何これ。いやだ、よしよし、なんか耳音が聞こえてきた。な、何今の音。ラメのその回は怯えに近かった。我々は音のショックというか確かめるため2回行ってみることにした。あうわ、知らんぞ、投げてみようって。やだ、私そんなつもりじゃないよ。ここさしてる。あこんなひどい、一体何が。そう、何がもう分かってるんだけどね。分かってるんだけど。食堂に集まったが、みんな落ち着かない様子だ。うん、当然だ、人が死んだのだ。じゃがいもで、なんか某アニメでありそう。僕はまずこう叫んだ。犯人はこの中にいる。彼の署名、ラピッチョン出てきた。これでいいや。犯人はこの中にいる。え、私たちに人殺しがいるっていうの。うごめんなさい。プレイヤーだよ。そんな、私はやってないわよ。俺だってやってないぜ。お姉か何か。そこで偶然通りかかったライオンの木か。なんでだよ。我々はナスそんなく食べられるでしょ。あ、終わった。あ、そっからなんや。終わった。待って、これクソ長くなるじゃん。バカなの。じゃがいも、じゃがいも、3番。なるほど、もう3番行くし、3番行くし。いいよ、3番行く。3番行こう。おー、なんか妖怪。あ、よー、おー、すげえ、もんですよ、悩みそうなんですよ。じゃがいもを潰す。潰したらまたさ、私が入ってたとかいいんだよ。そう、だったら悩み相談しよう。いや待って、終わった。話す以前の問題じゃねえか。話す以前の問題じゃない。終わった。じゃあエンドルート行こう、ちゃんと。エンドルートどうやって行くのさ。それじゃがいも出よう。いや、これでいいや、行こう。神と和解せよ、神と和解せよ、神と和解せよ、神と和解せよ。やべえ、コロッケじゃないです。じゃがいもを茹でよう。神は私で。何これ。みんなの友達、人間が苦手、今日も元気。あれあれ、さっきは死んでへんかった。さっき墓あらへんかった。墓あった、墓あった。やね。え、なにこれ。なにこれ。何があったんですか。じゃがいも茹でよ。さつまいも茹でよ。ええいつのコムツユだこれ。お時代ち…ゲームオーバー早っ。なあなあ、さつまいもは。さつまいもどっか行った。ねえ、梅雨になったよ。ちょっと待って、これほんと長い。どうしたらいいんだろう。じゃらすとじゃがいもで、あのスペルピッチョ行こう。スペルピッチョ。あ、スペルピッチョまで行こうか。ってことは投げるでいいの。投げる、投げて、はい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 
イエイ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 。でスペラピッチョンを選ぶ。ここでスペラピッチョン。スペラピッチョン。なんか変なんでだぞい。気にしないで。スペラピッチョン。スペラピッチョン。え？スペラピッチョン。お。スペラピッチャー、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 スペラピッチャー。ラリッタ？ラリってんじゃん。宴は三日未満続き。おう。アブダラ様が降臨した。なんでだ？っていうのがあるみたいだね。もうこれで終わりにしよう。これで終わりにしよう。もう。なんかよくわからないですけど、神様降臨して終わりました。はい。はい。な謎ゲーだね、この謎だね、謎だったな。正式な攻略しようとすると本当に高度な技術必要になってくるよ。高度な技術っていうか全パターン試さないとダメじゃね、これは。そりゃ、ね、そうです。うん、長いね。うおー、やばいね、やば。とりあえずわけのわからない週になってしまいました。はい、はい、ということで、今回の動画はここまでしたいと思います。ほんとすいません。はい、チャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いいたします。リクエストがございましたらコメント欄にてお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。まあ楽しかったんで、いいとしましょう。スッペラピッチョン、はい、バイバイ。スッペラピッチョン、スッペラピッチョン、スッペラピッチョン、バイバイ。